はい、皆さんこんばんは、100円です。どうもお久しぶりです。バイハザード7が終わったんで、まあ、それについて喋ろうかなっていう動画なんですけども、そうですね、バイハザード7はまあ一言で言って怖かったです。怖かったです。本当に今までのそのバイオ5、実はバイオハザード7が出る直前にバイオハザード5をプレイしてて、プラチナ取るぐらいプレイしてたんですけど、全然怖くないんですよ。もうキャーとかワーとかっていうシーンも全くなくですね、まあ、バンバンこいつぶっ殺してやるっていう感じで、まあ、やってたんですけど、バイオハザード7はそういうのとは打って変わって、なんか原点に戻ったっていうか、怖かったですね。何が一番怖かったかって、敵キャラの表情がすごい豊かだったんですよね。それで俺がすごい思い出したのは、サイレンニュートランスレーションっていうゲームがプレイステーション3でもあって、日本のそのホラーを題材にしたようなゲームなんですけど、そのゲームもものすごい表情にこだわってたんですよ、キャラクターの、その敵のですね。でなんかそういうのをちょっと彷彿させてて、やっぱりそのバイオハザードをプレイした人全員のそのあれを代弁して喋ることはできないんですけども、でも自分で思ったのは、やっぱ敵キャラクターのその無機質な敵キャラクターってやっぱ怖くないんですよね、そんなに。だけど表情が豊かなものがああやってこうゾンビというか敵になって追いかけてきたりするのってやっぱ怖いなってものすごい思いました。だからそこが多分自分の中でバイオハザード7がものすごい怖いなって思ったとこだと思うんですよね。今動画振り返ってたんですけど、なんかねやっぱり女の敵がいるんですよ、虫を出す女性がね。その人が出てくる動画ではものすごい叫んでるんですよ、俺怖くて。もう冗談とか一切なしにして本当に怖かったんですよ。怖かったな。でストーリーもなんていうんですかね、まあうまく綺麗にまとまってるなと思ったんですよ。それでバイオハザード5だと別にそのどんな選択をしようがマルチエンディングでもなかったんですけど、バイオ7だとちゃんとマルチエンディングとかあって、まだもう一個の方やってないんですけどあってね。それでクリアもね、俺はプレイした時に30時間20分、まあそれぐらいかかってんです。20から30時間ぐらいかかってると思うんですけど、実際にこう理解して早く進んでいくと2時間半、自分2時間半で終わったんですよね。でインターネット上の早い人だと1時間半で終わったりとかするんですよ。だからそういうところも結構ちゃんと考えて作られてるんだなと思って、なんか面白いじゃないですか。いろいろ探索していくとそれぐらいかかる、初めての時はそれぐらいかかるのに、全部分かっててこう移動早くやったりしていくとそんな短く終わるゲームってのもなかなかないなと思って、今回バランス調整がすごい良かったなと思いました。ただ残念なのはそのやっぱセロ、日本だとセロって言われてるんだっけ、ゲームを審査する会社ですね。アメリカ版だと警察の人の頭がパッカリ割れたりとか、あとまあ、グロいシーンがいろいろあったんですけど、日本だとそこら辺が全部なくなってるっていうのは、まあ、ちょっと悲しいなと思いましたけどね。そこら辺の規制は別にいいんじゃないのって思うんだけど、日本でプレイした人はまあそういうグロいところがなくてちょっと不満があったのかなと思いますけどね、まあ、アメリカは全然関係なかったんですけど、今回から確かバイオハザードはキャプチャーしてるんですね。カメラバーって置いていろんなのスキャニングスキャニングして作ってるってなんか記事読んだんですけど、実際にキャラクターがいるみたいで、本当の実在する人間がその人たちをスキャンしてキャラクターを作ってるって言ってたんで、まあ、ジャックに似てる人とかマーガレットに似てる人とか、マーガレットだっけ、いるみたいですよ。本当に見てみたいですけどね、実物がどんな顔してるのか。でも怖かったです。怖かったですし、まあこうプレイステーション4を代表するホラーゲームの一つにはなったのかなと。だから次回作もああいう感じでやってほしいですね。はい。で俺は今プラチナ目指してるんですけど、まあ程よい量ですよ。要は
ぱゲームを多分3回4回ぐらいやらないと、まあうまくやれば多分3回でいけると思うんですけど、プラチナ取れますしね、はい、まあ、回復アイテム使わないとかボックス開けないとかもいろいろこう縛りがあるんですけど、まあ、そこら辺も一周早くやって2時間ちょっとで終わるんだったら、まあ、別に周回式やってもいいし、ものすごいいいゲームだと思いました。だからまだプレイしてない人はね、ぜひ買ってやったらいいと思いますよ。ただ今回その怖すぎて、で事前にデモとかいろいろトレーラーとか出てましたけど、多分そういうの見て怖くて買わないって言った人がいたと思うんですよね。だから逆に人が実況してるのを見る方がいいとかっていうのもあって、この前だって生放送やったら1200人見に来たんですよ、まあ、これちょっと自慢なんだけど、俺初めてだったの、1200人も人が見に来たの。いつも300とか400ぐらいなんですけど、見に来てくれる人が。だからそれはすごいなと思って、それだけ多分自分でプレイしたくないけど人がプレイしてるやつを見たいって思わせるぐらい怖いゲームだったってことですね。うん、まあ、俺は本当サイレンをすごい思い出しましたね。まだやってない人は、まあ、今買いに行ったらいいと思うし、 DLC も出てるんで俺も DLC 買ってプレイしますけど、でもよく言われるんですよ、100円さんまだやんないんですかバイオ DLC っつって。だけど俺としてはもうちょっと楽しみたいんですよ本編を。そのやっと無限のノコギリをゲットしたんで、それを使って無双してよしって思った頃にもう一回怖いその制限された DLC をプレイするみたいな感じになりたいんですよ。またなんかびっくりさせられるのも疲れるんでで、ババアとかね、ジジイとか、息子とかね、もうとにかくイカれてましたね。でも一番イカれてんのはやっぱイーサンだと思いました。だってあんなすごい仕打ち受けても生きてるし、手切れてもね、繋がってるしね、薬で。もうわけわからん。ということで、バイオハザードは、10中でも俺は9ぐらい上げてもいいかなと思いますけどね。9。はい。なんで10じゃないの？満点じゃないのかって言われると、まあ、これは多分俺が理解してないだけかもしれないですけど、普通にゲームプレイして、まあ、全部隅から隅まで情報読まない人なんで自分は、そういう自分のポジションから考えるとやっぱいろいろまだ分かんない点があるなと思って、俺やっぱそういうのすごい嫌なんですよね。なんかゲームの中で完結してほしいんですよ、これがこうだからこうだよって。だから例えばミアの、まあ、ミアがエージェントっていうか、まあ、そういうのに携わってたのは分かるんだけど、なんでじゃあそのママとどうだどうかって話があるし、イーサンとはじゃあなんか どういうかイーサンが実際どういう人なのかも分かんないでしょ。イーサンが一般人なのか、それともその特殊な会社で働いてるアンブレラのあのなんか会社に関係する人なのかとかもよく分からないし、謎がいっぱいすぎてなんかすごい気になるところあるんですけどね。まあそれは DLC で補充するっていうんだったらまあそれいいんですけど、まあ、でもなんかちょっと疑問があったなってあります。まあ9かなり高いと思いますよ。高いですね9はね。でもそれだけの価値があると思いました。ということでバイオハザード7の感想動画です。ピースアウト。